皆様お久しぶりでございます。全然動画も上げていなかったんですけれども、何をしていたかと言いますと、この度ですね、エッセイ本を出版させていただくことになりました。それで、今回その告知という形で動画を撮ったんですけど、撮ったんですけどって言っても、もう今撮ってるんですけど、自分の一つの夢だったその本を出版するっていうことが、YouTube を通して、犬が顔を舐めています、今 YouTube を通して叶うっていう実感が全然なくて、でどんな本ですかっていうふうに聞かれても、もうまるで自信がなくて、こんな風に心を込めて書きましたとか、そういう言葉はもう何一つ言えなくて、その好き勝手にやってた YouTube からこう自分のやりたかったことができるようになったっていう感動もありますし、実際に私が書いたそのエッセイというか文章を読んで、この読まれた方がどういう風なことを思うのかとか、いろいろ考えると本当に眠れないというかで、今も朝の6時なんですけど、ハイボールを何本も飲んで今日に備えてるという感じです。本当に、何も言えなくて、自分がこの本を書きました、できたら読んでいただけたら嬉しいけれど、その本当にいいものですとかそういうことは一切言えない、本当に怖いです。でもこれが今自分が持っている本当に正直な気持ちなので、読んでいただけたら嬉しいなというふうには思います。短い告知動画になりましたが、はい、URL の方から飛んでいただけたら購入できると思うので、ぜひよろしく